全国赤帽軽自動車運送共同組合連合会は軽トラックを使った運送業者で構成される共同組合である。通称赤帽。赤帽という名称は初代会長の松石敏夫が鉄道の赤帽の働く姿に感銘して自分の起こした運送業にその名称を付けたとのことである。1975年5月、松石敏夫を中心とする数名により、 東京都練馬区平和台に軽運送業の事務所を開設。1975年9月に赤坊系自動車運送組合の名称で任意組合を発足させた。全国赤坊系自動車運送共同組合連合会は自らを我が国で初めての軽貨物自動車による軽運送業であるとしている。1976年。 赤棒系自動車運送共同組合の名称で東京陸運局より共同組合として認可。以後、全国に赤棒支部を広げ、各都道府県単位の赤棒共同組合の上部団体組織として1978年に全国赤棒系自動車運送共同組合連合会を発足させ、松石敏夫が初代会長となった。1987年6月に、 堀米隆が二代目会長に就任。2004年2月に小林則夫が三代目会長となった。各都道府県に下部組織の炭素があり、その下に支部、営業所がある。関東地方については1と3県で1炭素になっている。各都県には支部があり、その下に営業所が置かれている。なお、赤棒北海道は2003年10月16日に一度、 破綻したが、現在は8カ所の炭素に分かれて再活動している。赤坊熊本は、以前の組織であった赤坊熊本県警自動車運送共同組合が2019年12月20日に事業を停止し、2020年4月6日に熊本地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。熊本県における業務は、全国赤坊系自動車、 運送共同組合連合会、スワル、性能スーパーエクスプレスなどが出資している、株式会社全国赤棒が、2019年12月21日に、熊本営業所を開設したほか、2020年1月11日に、任意組合赤棒熊本県警自動車、運送組合を設立して、熊本県における活動を再開した。開業には、約120万円200万円かかる。 なお、車両は、クレジットやリースでも購入が可能である。スバルサンバー業務は、宅配便の末端配送した受け、引っ越し、ルート配送、緊急貨物の配送が主である。基本的に運転手は、個人事業主で、営業方針は自由に設定できるので、宅配便では、送ることのできない、重量物の輸送や複数箇所への分割配達、細かな時間指定など各自が、 独自のサービスを付随させている。また運送依頼は必ずしも支部や営業所に出す必要はなく、近くの赤棒運送店や連絡先を知っていれば運転手に直接依頼することもできるなど自由度が高い。主にスバル製のサンバーを使用しており、一部ではプレオ版、近年はダイハツ工業のハイゼット、ホンダ技研工業のアクティも使われている。サンバープレオ版ともに、 赤棒専用の特装車となっており、スバル系列の特装車メーカーである、気流工業が手掛けている。また、一部の事業主は、軽トレーラーを接続し、積載量の増大を図っている。宅配便については事実上、赤棒ブランドで、宅配事業は行っていない。ヤマト運輸以外の他社大手宅配業者の下請けとなっている。ただし、一部の炭素では、 宅配事業に力を入れ、事業を拡大しようと努力している。宅配便業界大手である佐川急便の配達下請け業務に従事する場合、佐川急便の制服を着用して業務に当たる。また、福山通運や性能運輸などの事業所の数が少ない業者の配達は中継業者からの孫受けの扱いとなる場合もある。緊急貨物はバイク便や自転車便のように、 荷物の引き取り先から納品先まで直送する。地方はバイク便がまだ発達していないので、現在でも地方間の直送便は赤棒等の軽貨物業者が一般的になっている。これゆえに宅配便各社では仕分けミスにより本来届くべきターミナル以外の場所に到着した後期荷物の処理に赤棒を利用することがあり、この場合は山戸運輸からも受注する。 運送料金は宅配便のように1ケース単位ではなく一社貸し切りで時間単位の料金と走行距離により計算される2つの料金がある。どちらの料金を適用するのかは運送をする前に荷主と相談することになっている。一般的に都心部では渋滞の影響により運送距離の割に時間がかかるので時間制の料金となっているが地方では 距離性の料金になる場合が多い。また、引っ越し料金については、各赤棒炭素によって、基準自体が異なる。上限料金、基準料金、加減料金があり、上限が一番高い。東京近郊は、上限料金になっている。一般運送料金、引っ越し料金とも実際の運用は、各炭素、加盟運送店によって異なる。軽トラックに積載できる重量が、 最大 350kg のため家族単位の引っ越しには向かないが単身者など荷物が少ない場合は大型トラックを使用する大手より割安となる。また軽トラックであるため狭く入り組んだ場所にも横付けできることが多い。2012年春頃までに赤棒専用サンバーの生産が終了するまでスバル以外のメーカーに参入の機会が与えられることはついになかった。 このような独占的生産であったために赤帽車に関しては毎年メーカーと連合会本部が地方の組合を回って実際に赤帽車を使っている組合委員から現行仕様の改善点や新たな仕様の要望を聞き取りほぼ毎年にわたり小規模ながらもマイナーチェンジを行って品質の向上を図っていた赤帽専用サンバーは長年にわたり 各経営運送事業者が使う、軽温貨物車すべての中で唯一、国土交通省の形式指定を受けた特別な車両である。このために例え、日本郵便やヤマト運輸のように、赤棒同様に、全国規模で数千台以上の大規模な、軽温貨物車を使う大手宅配事業者であっても、特に心臓部であるエンジンはメーカーを問わず、一般人がたやすく購入できる、いわば、 ノーマルエンジンしか積載されていない車両を宅配や長距離輸送で酷使しているのが現状である。しかし赤帽車で使用されているエンジンは各部に設計変更と強化部品の組み込みが施されており耐久性が大幅に向上している。小排気両車による貨物輸送という高負荷かつ長距離を走る過酷な使用状況でありながら 一般的なシビアコンディション整備のみで20万キロメートルまで特段のオーバーホール不要で使用できるよう設計されている。なお、赤棒車のエンジンはロッカーカバーも専用品で赤色の結晶塗装により見た目通り赤棒となっていて、さらに鋳造時点ですでに赤棒専用の表記も入るなど、一般のエンジンとは差別化されている。 最高出力などのスペックに関しては一般仕様のエンジンと同等である。しかしその中でスーパーチャージャー仕様の赤帽車はその優れた加速性能も相まって赤帽車から一般向けの中古となった場合でもたとえ走行距離が20万キロを超えていようとも市販価格は高額を維持している。以下は赤帽仕様前世時代となっていた頃の主な仕様特徴を記す。 なお、スバルから赤棒車を含む、軽温貨物車の自社生産からの全面撤退が正式に発表された直後から、全国の赤棒車オーナーたちは、後継車種がサンバーブランドながらも、実は赤棒といえどもダイハツが自社販売分も含めて、新規に立ち上げる新型車からの何も特別仕様のない、ただのノーマル OEM 供給車で、 それまでの過酷な仕様に同等に耐えうるのかという不安が一気に広がった。これにより決定後にほぼ欠陥等も手直しされて落ち着いた原行の赤帽車を今のうちに手に入れるというブームが起こりオーナーによってはまだ十分に使えるも将来の不安から早めに前倒しでいわゆる品質の落ち着いた最後の純正赤帽車をと各ディーラーに 新車の買い替え注文が殺到する賃現象が起こった。また当時赤帽車と同様に専用使用車で全国的に営農使用として大量に販売していた JA 関係者からも同じような現象が起こった。このためにそれまで昼間体制のみで細々と生産していた生産ラインが増え続ける注文で昼夜連続生産となり、さらには 翌年の春先まで数ヶ月間延長して注文をこなす事態となった。この現象について業界紙の他日本経済新聞を含む各メディアでも大きく取り上げられることとなった。ただし、第8社に移行して数年間は予測通りの初期不良が大量に発生し、混乱が生じたが、その後にスバル時代ほどではないものの、 少しずつ赤帽仕様の細かい装備に戻りつつあるが、エンジンに関しては市販車仕様のままで20万キロ保証もなく、比較的短命に終わるケースが続いている。ありがとうございます。